どうもこんにちは、ライム TV のライムです。トフユミです。はい、やっていきたいと思います。ということでね、今回はダークルーン2のね実況やっていきたいと思います。まあ、フユミさんがね、なんかねいるのでね、まあやっていきましょう。なんかいるので、で何ひどいな。もうフユミさんがね、今日はね実況してくれるそうなのでね、やっていきたいと思います。画面見えてねえよ。画面を見ずに、じゃあ実況してみましょう。実況すんだよ、マジ。じゃあちょっと画面見ないでやってみてよ、実況。今ね、なんか畑の上をね、飛行機で飛んでるよ。じゃあここでね、3回左にロールしよう。はい、ということでね、3回左にね、まあロールね、しております。ということでね、はい、はい、いい感じ。ちょっとね、3回やったかどうか分かんなかったですけど、多分やったと思います。今日は何しに行く？どこに行くんですか？今日はね、なんだっけ、ロケットの発射基地がね、あると聞いたんでね、まあやっていきたいと思います。誰から聞いたんだよ。実はね、聞いたというか自分で調べたんですけどね。自分が大体聞いたと言ったらね、大体自分で調べてるんで。てか実況者が大体人から聞いたって言うと、大体自分で調べてるんだね。はい。ということでね、やっていきたいと思います。なるほど。はい。で、ということで、まあ、ここがロケットのね、打ち上げ基地。まあ、NASA のケープカナベラルという、なんかあれですね。なんだろう。着いたの？早くない？早いっすよ。終わりかよ。ロケットがね、ありますね。スペースシャトルですね、あれ、多分ね。はい、打ち上げられねえよ、スペースシャトル。スペースシャトル、そう。でもなんかさ、新しく作るんでしょ、なんか。あー、だったかな。まあ、スペースシャトルはもう、引退っつうのかな、なんか。まあ、計画は終わってるけど、でもまた新しいのなんかやるんじゃないの、わかんないけど。詳しくは知らん。ということでね、まあ、今回この辺でね、ロケットに乗ってね、月に行こう。あ、そうですね。まあ、ザクルーツはね、もちろんね、まあ、オープンワールドなんで、月まで再現されてるんでね、まあ、今回このロケットに乗ってね、まあ、月までやっていきたいと思います。ということでね、残念ながらロケットに乗ることができなかったのでね、まあ、今回は月に行けないということで、今回この辺で終わっていきたいと思います。ということでね、以上、ライブ TV のライブをお届けしました。よければチャンネル登録、高評価の方、ぜひともね、よろしくお願いします。まあ、多分チャンネルもチェックしてね。そうですね。ふみさんのチャンネルのね、リンクも、まあ、概要欄に貼っとくかわかんないですけど、まあ、調べてね、登録していただければなと思います。はい。ちなみにザクルツは月に行けないのでね、まあ、その辺はあんま期待しないで買わない、買って、まあ。買わない。期待しないで、いた方が良いとは思います。ちなみにアメリカのロケットの打ち上げ基地はなんか2カ所あるんですけど、ザクル2ではね、1箇所しか再現されてなくて、ザクル1の方ではちゃんと2箇所再現されてるんですけど、なぜか2になったら減ったんでね、まあその辺も。退化しましたね。ちょっとね、まあそういう事情があるんでね。まあ、ちなみにその2箇所目っていうのが、割と軍事衛星とかに使われる方の基地なんで、まあ多分そういう事情なんだとは思いますけどね。はい。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。以上、ライム TV ライムご届けしました。プレシミー。なんか言いなよ、最後。プレシミー。プレシミー。